そしてサヨナラ呼び込むナイスピッチング、岡田敏也。はい、ヒーローインタビューです。ヒーローインタビューです。勝ち投手になりました。まずは岡田投手からお話を伺います。力のこもった素晴らしいピッチングでした。ご自身の中であのマウンド上での気分はどうでしたか？そうですね、まあ、同点だったので、いつもと変わらないようにマウンドには上がりました。はい、それにしてもなかなかこう均衡したゲームで自分たちのチームを先に行けないという中でした。当然点をやれない展開、心がけたことは何ですか？そうですね、まあ、いつも、同じなんですけど、まあ、気持ちの面で変わらないようにいつも通りやろうということだけです。はい、そのいつもの心があのピッチングを呼んだ、そういうふうに見ていいですか？そうですね、ちょっと危なっかしかったですけど、まあ、ゼロで帰ってくることができたんでよかったです。でも何かボールには力が、思いがこもっていたようにも見えたんですが、ご自身の中ではどうでしたか？そうですね、まあ、大事なところで使っていただけているので、本当に感謝の気持ちしかないので、まあ、それを結果でお返ししたいなという気持ちだけです。まあ、ポジション的にはちょっとしたご褒美かもしれませんけれども、勝ち星が今日つきましたね。そうですね、まあまあ、おまけぐらいという感じで思っておきます。はい、今後も厳しい場面での登板があるかと思いますけれども、ファンの皆さんは期待してますよ。そうですね、まあ、いいピッチングできるように頑張りたいと思います。おめでとうございました。見事勝利投手、岡田投手でした。続いてサヨナラの見事なお膳立て、平田選手です。いいバッティングでした。ありがとうございます。初回の点以降、なかなか追加点が、勝ち越し点が、奪えない中でした。攻めていて守っていて、ゲーム展開どんな風に感じてましたか？まあ、相手の岩田さんも右バッターにアウトローにツーシーム、本当寸分狂わぬところに投げられてすごく苦戦してたんですけど、ピッチャーの方々が、最後までなんとなく、粘ってくれて、今日の勝ちにつながったと思います。そうですね、先発の松中投手からスタートをして、本当にピッチャー陣がよくつないでくれた、そんなゲームでしたね。そうですね、悪い時だったら、あのままずるずるボコボコ点で取られて一方的な試合の時が多かったんですけど、本当ピッチャーの皆さんが頑張ってくれて、バッターもなんとかして、1点で多く取りたいと思うんですけど、なかなか点が取れないので、ピッチャーの皆さんにはご迷惑かけてるなと思います。そして迎えたあの9回、ランナー1人いて大きな打球でした。手応えとかなかったですか？まあ、個人的には上段ぐらいいったかなと思ったんですけど、どっちかというと近本選手 のグローブに入りかけてたっていう、やっぱり力なくなってるなと思います。セカンドベース上でちょっとこうダンベル上げるような動作しましたよね。はい、上段ぐらいにいったかなと思ってたんで、勝手に入ったと思ってたんですよね。でも全然入ってなかったんで、どっちかというと近本選手のグローブに入りかけてたんで、そこは危なかったなと思いました。それでもあのツーベースがきっかけで最後サヨナラまで持っていくことができました。それで連勝も伸びました。虎をしっかりと捕まえましたよ。そうですね、本当2位からね、後ろすごい大混戦ですし、ただ自分たちの目標っていうのは年明けてからでも、ずっと言ってます。やっぱり優勝です。2位狙いとか3位狙いとかそういうのじゃなくて、やっぱ優勝目指してやらないと、いけないと思ってます。その中でやっぱ1試合も落とせない試合が続くんで、皆さんのファンの皆さんの、声援が本当に大切だと思っております。これからも応援よろしくお願いします。オールスター明けの連勝も含めていい9月10月になるようにこれからもお願いします。はい、本当頑張り、選手みんな頑張ります。ただ頑張るだけじゃあかんと思ってます。ほんま勝たなあかんと思ってます。勝ちに向かって選手はやっていきます。ファンの皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ヒーローインタビュー、岡田投手、そして平田選手でした。